いい感じじゃねえか。習得できるくらい強くなっているぞ。何を覚えるかは任せるよ。マジか。た時の神頼みか。でもご利益あったよ。なんだこりゃ。
やるしかねえな。
なんだ？おい、アキト、あの光が消えてる。急いだ方がいいかもしれねえ。これでよし。光はこの奥に集まっていたはずだ。
これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。ここから行けそうだ。この力をあいつに植え付けられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考えろ。現代が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ、ケイケ、待って、マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく。何を言っている。マリを返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。誰なんだあれ。すまない、勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。
娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。エリカ、あなたの気持ちも分かる。だけど私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、みんな私を守ろうとした。疑問を抱かなかった。もう違った。また拾ってきたの。仕方ない。もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの。私はただの飼い猫。守られるだけの生き方は私の存在を耐え難いほど軽くする。誰もそれを理解してくれない。守られている。私はただの器。何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない。生きていない。あなたはここにいればいい。ここにいれば安全だ。違うのよ。私だって生きていたい。力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。
これは足止めに使えそうだ。これか。あいつを追わないと。この子まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。はい、あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ、ダレなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。アキト、電話の音が聞こえないか。
みたいだぜ。よし、長いは無用だ。とっとと帰る。調子のいいやつだな。あれが元に戻ってるよ。道理で帰ってくるやつが少ないわけだな。Thank you.
ケケ。なんとかなったか。上出来だ。死ぬかと思った。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。お前妹と二人で暮らしてたのか。そうだよ。そうか、それなら絶対あの子を救わないとな。ケケ、行くよ。増えるはずだ。KK なら分かるって言ってたけど、何か心当たりある？さあな。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。物質も肉体もやがて消える。これで全部揃ったな。
アジトに戻ってバイクの修理だ。だが、なぜ消えなければいけないのか。KK の家族の話、初めて聞いたから。話すほどのことじゃないだろう。じゃあ、いつか聞かせてよ。僕も話す。まあ、いつかな。サイトは私のことを言うのだ。この行いのことを。集え、よるべなき魂。ご利益あったかも。これって明人、少しの間俺に体を貸せ。修理する。うん。よし、動きそうだ。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？なんだよ。ま、準備不足は命取りだからな。戦力を整えるか。そんなのがリサイクルショップで売ってるの？普通のやつは気づかないだけで、その辺に転がってることもある。けがれた物品か。調べるか。